ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前とても綺麗なアクセサリーを見つけたんだけど、それがマガタマのデザインだったのよね。マガタマってどこか神秘的で、色も綺麗だし素敵な存在だと思うわ。確かにマガタマは色や形、すべてにおいて何か神秘的なものを感じるよな。そんなマガタマは日本の戦士古代における遺物で、パワーストーンとも言われてきたんだ。古いものだと縄文時代の遺跡から発見されるものもあるくらいなんだぜ。マガタマってそんなに古い時代のものだったなんて、道理で何か不思議なものを感じたわけだわ。そんなマガタマは現在でも分かっていないことが多く、かなり謎めいた存在とされている。マガタマの存在意義はもちろん、そもそもどうやって作ったのかについてもはっきりしていないんだぜ。そんなこと言われたらめちゃくちゃ気になってきたわ。そのマガタマについて現在分かっていることを詳しく教えてほしいんだけど。よし、じゃあ今回は超古代から伝わる日本独自の装飾具マガタマの謎について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってねー。ではまずマガタマについてあまりよく知らない人もいると思うので、そもそもマガタマとは何かについて話をしていこう。私も実際見た目の印象くらいしかないから、ぜひマガタマについて詳しく教えてほしいわ。マガタマは戦士古代の日本における装身具の一つで、マガタマとも書かれることがあって、その名の通り曲がっている玉が語源となっているが、どうして曲がっているのかについてはよくわかっていないのが現状だ。そしてこのマガタマの存在は日本書紀や古事記などにも登場していて、日本書紀ではマガタマと、古事記ではマガタマとそれぞれ表記されているぜ。日本書紀と古事記で表記の仕方が違うんだね。よくイメージするのは丸く曲がった感じだけど、実際は他にも様々な形があったりするのかな？マガタマには色々な形がある。まあよく知られているのはおそらく霊夢もイメージしているであろう。アルファベットの C のような形のものだな。ぷっくりと膨れた球形から徐々に細くなっていく形をしているぜ。うんうん。私が想像するのは道教のシンボルマークとして使われている陰陽対極図だわ。あ、確かにそれはしっくりくる例えだな。また形は C に似ているが、両端や曲がり方が角張っているものもあり、これはよくコの字型なんて呼ばれたりしている。確かにカタカナの子に似ているわね。他にも様々な形があるが、その中でも特にユニークなのは重形と呼ばれるマガタマだぜ。なんか足のようなものがついているわね。そう、これは背びれや足、角のようなものがついていて、この形が動物に似ているから重形と呼ばれている。古い遺跡から発見されることが多いんだ。なるほど。そういえば昔、獣は人間界と異世界をつなぐ役割を持つと考えられていたって聞いたことがあるし、そういう意味でも何か特別な意味があったのかもしれないわね。さらに形だけじゃなくマガタマの素材についても様々あってだな。例えば古い時代のものだと動物の骨を使っていたり、灰色の石を使ったりしていた。だが時代が下るにつれて宝飾性がより求められるようになり、見た目も美しく見せるために緑色岩や翡翠などが用いられるようになったんだ。翡翠って今でもあるけど本当に綺麗な緑色をしていると思うわ。装身具ってだけあって、やっぱり昔の人も華やかなものを作っていたんだね。さらに時代が進むとガラス製のものとか、メノウという鉱物でできたマガタマも出てくるようになった。現在でも霊夢のようにアクセサリーとして使う人や、あとは神社でお守りとして販売されたりすることもある。ちなみに沖縄では現在でもノロが、村落の神事祭祀を司る神女が祭祀の際に、このマガタマを身につけているなんて話もあるな。今の時代でも多くの人に受け入れられていることがわかるわね。古来よりみんなが大切に受け継いできた証拠だと思うよ。じゃあそんなマガタマが日本の古代でどのように活用され、発展していったかについてもぜひ知りたいわ。よし、じゃあ次はマガタマの歴史について話をしていこうか。マガタマが発見されている中で、一番古い時代っていつ頃のものなのかしら？なんと縄文時代後期にまで遡ることがわかっているぜ。そんな縄文時代の遺跡から出土しているマガタマは戦士マガタマや石器時代マガタマといい、もともとはイノシシやオオカミなど狩猟採集でいた動物の牙に穴を開けて作っていたんだ。イノシシやオオカミの牙がマガタマに、それももちろん装飾品として使われていたのよね。そうだな。これがマガタマの元祖とも言える形態で、さらに縄文時代にはマガタマにつながるプロトタイプのような宝飾品が作られていたぜ。プロトタイプマガタマ、それは一体どのようなものなのかしら？これは翡翠大種と呼ばれる首飾りで、上部に穴が開いていて5センチから10センチほどの楕円形のような形をしているのが特徴だ。この翡翠大種は北陸や中部、関東、九州など幅広い範囲にて出土していることがわかっているな。そうなんだね。今のマガタマとはだいぶ形が違う気はするけど、これがマガタマになったのかと思ったら感慨深いわ。翡翠大種は縄文時代の中期頃から徐々に形を変化させていったと考えられている。ちなみに日本における翡翠の産地は現在の新潟県にある糸魚川周辺に限られていたとされていて、
原石がそこから全国各地に運ばれていったことがわかっている。糸魚川周辺で採れる翡翠が全国で使われていたってことか。そう、遠くだと沖縄県の金城上原遺跡からなんと約3500年前の翡翠が発見されているし、そもそも古代日本でこれほど広範囲にわたって流通が発展していること自体驚きだよな。うんうん。その後の時代において勾玉はどのような扱いを受けていたのかな。弥生時代初期にはさっき話に出た重慶のものや、側面にかけて溝状にえぐられているおじめ型、他にはリングの一部が切れたような半月型など様々な勾玉が登場しているぜ。また弥生時代中期には勾玉の加工技術がさらに上がっていき、今の私たちがよく想像する綺麗な形の定型勾玉と呼ばれるものも作られた。あの綺麗な形を弥生時代の時点ですぐに作れたの？湾曲部分もあって結構難しいはずなのに、当時の弥生人たちの技術は凄まじいものね。さらにこの時代には使われる材料も変化が現れ、弥生時代初期は翡翠が使われていたものが多かったが、弥生時代中期にはガラス製の勾玉も登場しているぜ。ガラスの勾玉って絶対綺麗だよね。でもこの時代に日本にガラスなんてあったの？日本では原料から生産していないので、海外から持ち込まれたガラス玉を一旦溶かしてそれを勾玉の形に加工していた感じだな。ちなみに一部の遺跡からは勾玉の鋳型も見つかっているぜ。鋳型が見つかっているならほぼ間違いなさそうね。それにしてもこんな古代にガラス玉を一旦溶かして勾玉に作り直す技術があったなんてすごいことだわ。また勾玉の原料とされた翡翠は天然石としてとても硬いもので、鉱物の硬さを表す指標のモース硬度というものでは 6.5 から7とされている。正直あまりピンとこないんだけど、他と比べるとどのくらい硬いの？これは水晶と並ぶ硬さでダイヤモンド研磨を使ったりしないと削り出せず、現在でも加工が難しい石とされているんだ。昔は当然、今みたいに機械とかもなかったわけだし、そうなると現代の技術でも難しい翡翠を古代の人たちが加工するのはかなり大変だったと思うわ。弥生時代の人ってすごい。その後3世紀中頃に邪馬台国で卑弥呼の後を継いだ豊が、大陸へ使者を送ったことが魏志倭人伝に記されている。なんでもその時の貢ぎ物として白珠5000個、青大駆種2枚と記載があり、白珠は真珠、青大駆種は翡翠でできた勾玉を指していると考えられているんだ。なるほど。じゃあ真珠5000個と翡翠の勾玉2つを貢ぎ物として献上したってことね。なんか、5000個と2つの差が激しい気がするけど。これはつまり翡翠の勾玉はわずか2つということから見て、この時代の勾玉の生産量がいかに少なく貴重であったかわかると思うんだよな。ああ、そういうことね。でもあれだけ作るの大変そうだったし、貴重なものだとしても私は納得できるわ。じゃあその後の時代はどうだったのかな？次は古墳時代。この時代では社会の枠組みが大きく変わり、卑弥呼が君臨していた邪馬台国から、後の統一政権につながる大和王権の支配が始まる時代だったんだ。この時代の勾玉は神武として権威を象徴するものとされ、これまで以上に宝飾度が増していったんだぜ。材質はやっぱり翡翠が多かったのかな？まあそうだが、これまでになかった碧玉や瑪瑙、水晶などが使われるようにもなっていった。もともとは翡翠の緑やガラス玉の青など、割と寒色系のものが多かったのが、この時代には暖色系の瑪瑙など鮮やかな赤色が使われるようになったという変化もあったぜ。確かに言われてみればもともとの勾玉って寒色系の色が多いわね。でもどうしてこの時代には暖色系の勾玉も出てくるようになったのかしら？これは明るい色合いの装飾品を身につけることで人々に鮮烈な印象を与え、支配者としての権威を高めるなんて意図があったと考えられている。またこの時代には大陸から新しい文化が流入してきたこともあり、例えば金製品とかメッキ、金具などが使われることも多くなったんだ。へえ、そうなんだね。じゃあもしかしたら金具などのアクセサリーと親和性が高い色が好まれた可能性もある気がするわ。また勾玉は一つのみで使われるというより、複数連ねてつけることが多かった。その際に緑と赤は補色関係にあるので二つの色を混ぜてつけたりもされたんだぜ。なるほど。より鮮やかさを増すためってことなのね。当時の人々がそこまで見た目とかを意識していたのも少し意外なことだったわ。ちなみに現在の島根県松江市にある河川山では良質な瑪瑙が採れたことが分かっており、この時代に勾玉を作る職能団が形成され、ここに集まっていたなんて話もあるぜ。現在、松江市の玉造温泉が有名だと思うけど、もしかしてそれも関係ある？お、よく知っているな。この玉造温泉があるのは玉湯町玉造という場所なんだが、霊夢の言う通りかつてこの地には勾玉の生産地があったとされているぜ。ほほう。地名には歴史が反映されることがあるって言うけど、やっぱり本当なんだね。これまで勾玉は権力者たちが用いている装具、神具だったが、一方で古墳時代中期には民衆の間でも一般的に勾玉が作られるようになっていたんだ。
お、一般の人たちも勾玉を作るようになったんだね。でもさすがに権力者たちと同じような素材は使えないんでしょ？そうだな。一般的に作られた勾玉は例えば滑石とか粘土などの素材で作られており、華やかな感じではなく結構地味な感じだった。でも滑石とか粘土にも利点はあって、それらは安価で加工がしやすかったため民衆たちはそのような素材で勾玉を作っていたんだぜ。安価で加工がしやすいって民衆たちの味方だね。そんな彼らは勾玉をどのように使っていたのかな？やっぱり権力者たちと同じように装具とか寝具に使っていた感じ？いや、どちらかというと自分たちの共同体の祭りなどで使っていたとされているな。そしてこの後、古墳時代後期になると勾玉の原材料はさらに多様化していったんだぜ。これまでは翡翠とか目のうとか、あとはガラスとかもあったけど、次は一体どんなものが出てくるのかしら？これまで主流だった翡翠とか碧玉が減っていき、金や銀、琥珀製のものが多く登場し始める。中には倒木が水中で炭化した木を使って作られたものもあったぜ。なかなか面白いものが出てきたわね。さらに後期には水晶を使った勾玉が主流になり始める。この背景として挙げられるのはやはり大陸から仏教文化が流入したことだと思うんだぜ。ああそっか、遣隋使、渡来人たちが日本に来て様々な文化を伝えていったのよね。その際に白く透明な水晶に純粋さや清純さのイメージを重ね合わせたため、水晶が多く取り入れられたというんだ。さらに朝鮮半島でも日本の古墳時代後期の人物となる武寧王の陵墓からは勾玉が出土していて、そのことから勾玉は韓国から日本に伝わったのではという説も出回ったんだぜ。ほう、その武寧王陵から出てきた勾玉はどのようなものだったのかな？これはガラス製のものや金で装飾されたものがあり、また翡翠のものも出てきたという。それだともしかしたら逆に日本から朝鮮半島にもたらされた可能性もありそうだわ。というかそっちの方が妥当な気がする。まあその辺については残念だが今もなおわかっていない。そもそも翡翠は世界でもごく限られた地域でしか産出されず、東南アジアでの産出地はさっき言った糸魚川周辺以外だとミャンマーのカチン高原だけなんだ。しかもそのカチン高原は中国とインドとの交易路の途中にあるが、この地の翡翠が記録に出始めるのは13世紀に入ってから。となるとこの時代の翡翠が勾玉に使われていたと考えるのは少し難しそうね。やっぱり翡翠製の勾玉は日本でオリジナルに作られたと考えるのが妥当かもしれないわ。さて、ここまで急速に発展してきた勾玉だが、古墳時代の末期から飛鳥時代へ移るにつれて急速に衰退の一途をたどることになる。え、そんな、あんまり勾玉の価値が認められなくなった感じ？勾玉自体は作られていたものの水晶の加工はされなくなったし、どっちかっていうと数珠とかそういうものに変わっていたんだ。そうなんだね。でもどうしてこの時代に勾玉は衰退してしまったのかな？この時期ってちょうど中国の律令制を参考にして日本が国家として体制を整えていった時代で、冠位十二階など、身分を示す装具が他にも出てきたことも理由の一つだろう。あ、そっか。別に勾玉が権威を表さなくても良くなったってことだね。さらに奈良時代以降は古事記や日本書紀が編纂され、日本神話にも勾玉が登場するようになるが、この話については後ほど詳しく話をしていくぜ。わかったわ。それにしても勾玉はいかに古い時代から古代日本人と共に生きていたか、また時代によって様々な使われ方、ポジションを取っていたかがわかるわ。時代と共に変わっていった勾玉の歴史って結構面白いわね。そんな勾玉だが、そもそもどうしてあんな不思議な形をしているのか、あの形は何を表しているのか、不思議に思ったことはないだろうか？勾玉見るたびにそう思ってるわよ。それについて何かわかってることがあるなら知りたいわ。いろいろな説があるんだが、まず、さっき話したように縄文人は狩猟採集でいた動物の牙などに穴を開けて装飾品としていただろ？その風習が転じて勾玉となったため、あの形は牙を模したものとする説があるんだぜ。ああなるほど。確かに牙に見えなくもないわね。しかも勾玉には縦形というものもあって、そのことから獣のフォルムやパーツにインスパイアされたと考えても説得力はあると思うんだ。ちなみに同じ動物の形でも獣ではなく魚の形を模したのではなんて説もあるぜ。確かに魚にも見えてきたかも。どの動物かは分かっていないけど、動物を意識して作られた可能性は十分にありえそうだわ。そしてこの説の派生形として、勾玉が釣り針の形を起源としている説もある。ああ、言われてみれば魚や釣り針みたいな形に見えないこともないわ。でもそうなると、どうして古代人が魚ばっかり意識して勾玉を作っていたのかって話になるわよね。それに単に形が似ているというだけだと正直説得力に欠けるというか、そうなんだよな。では別の説を紹介するが、その他には肝臓の形を表しているなんて説もある。肝臓って臓器のことよね？
まあ確かに形は肝臓に見えなくもないけど、わざわざ装飾具に肝臓？何でも肝臓を取り出して乾燥させると緑色になるという話があってだな。そうなると形も色も似ているということで、この説が浮上したんだ。まあただ霊夢の言う通りなぜ肝臓なのかについてはっきり説明するには、やはり少し説得力が足りないと思うぜ。そうよねー。じゃあ他の説としてはどんなものがあるのかしら？あとは胎児の形を模したなんて説もあり、言われてみれば確かに頭が大きく足が小さな勾玉の形に似ている気もするんだぜ。あ、でもこれも同じくどうして胎児なのかってところは引っかかるんじゃない？それについては命として誕生しつつある胎児は若さや命の力を象徴する存在であり、大人がその力にあやかろうとしたとも言えると思うんだ。あ、なるほど。確かにそれなら結構説得力あるかも。ただし、現代の医療技術や知識は当然古代になく、果たして妊婦の体内を調べる術があったのかは疑問の残るところだな。この他にも勾玉については魂の形を表しているなんて説もあるぜ。そこまで行くと若干オカルト臭がする気がするのは私だけ？いや、でも実際勾玉には神や人の魂が宿るとも考えられていて、その形を模していたとしても不自然な話じゃない気がするんだよな。それに日本の昔の絵に描かれている人玉とか鬼火は勾玉と形が似ている気もしないだろうか？まあ言われてみればそうかも。じゃあ勾玉が人間の霊魂や神を象徴する考え方はわりかしありかもしれないわね。実際、後に神器としてみなされる勾玉の宗教的な側面を踏まえた説として信憑性が高いとも思うんだ。まあこれについては後ほど話をするぜ。そういえば私、勾玉って月みたいな形をしているなって思ったことがあるんだけど、勾玉の形は月から来たっていう説とかないの？あるある。それは宗教的な起源として言われているんだが、確かに月の形を模したとする説があるぜ。だがそれについては古代宗教との関わりをよく理解しないとわかりづらいと思うので、次は古代宗教と勾玉の関係について話をしていこう。さて、現在の日本の神道で最高神とされているのは誰か知っているだろうか？そりゃあ天照大神でしょ？その通り、天照大神は皇室の祖神とも言われているが、そんな天照大神は太陽を司る女神で、伊勢神宮内宮に祀られているんだぜ。それはかなり有名な話だと思うわ。というかそもそも神道っていうのはどんな宗教なんだっけ？神道は日本の古代に起源があり、自然を敬う形でたくさんの神々がいる。その数は八百万と称されるが、その中でも太陽は別格の存在と言われているんだ。確かに太陽神とか言ったりするもんね。やっぱりそう考えても天照大神は日本の神道においてかなり重要な存在だということがわかるよ。そんな神道が成立する前の古代日本、縄文時代においては月信仰が主流だったんだ。月信仰？それは一体どのようなものなのかな？その名の通り月を信仰するもので、規則的に満ち欠けを繰り返す月は、再生、不死、豊穣、時と秩序の象徴であり、それを司る神とされていたんだ。そして縄文時代から作られていた勾玉は、さっき霊夢が言ったように月の形を模した神具だったとする説があるんだぜ。やっぱりそうなのね。でもどうして縄文時代には月が信仰されていたのかしら？とある考古学者によれば縄文時代の狩猟採集において漁労のため海に出ることも頻繁にあり、また交易のため長い距離を航海することもしばしばあったという。こうした縄文人の生活においては太陽よりも月の方が生活に身近で必要な存在だったのだろう。あ、そっか。例えば航海とかしているなら月の満ち欠けによって日付や時間の間隔がわかったりするし、そういう意味でも月は大事にされてきたんだね。そういうことだな。で、勾玉の形も満ち欠けした月を表したものと言われていて、だから縄文時代の勾玉は緑や青などの寒色系の色が多かったとも考えられているんだ。そういうことなのか。確かに暖色系は太陽、寒色系は月ってイメージがあるわね。そうなんだぜ。そして時代が弥生時代になるにつれて大陸からの文化が流入し始め、日本は狩猟採集の社会から稲作を中心とした社会に変わっていくわけだ。となると農耕社会において太陽が以前より重要になってくると思うんだぜ。もちろん月の満ち欠けの重要性がなくなったわけじゃないけど、確かに農耕にあたって、太陽の存在はかなり重要になると思うわ。ここで人々の関心は月から太陽に移っていき、それに伴って信仰対象にも変化が現れたのだろうな。なるほどねー。じゃあ弥生時代に入ってから勾玉の形が現代に残されているあの形に近づいていったのも、もしかしてこの太陽信仰に関係しているとか？それについてはやはり膨れている側が太陽を表していて尖っている側が月を表すと考えられている。つまり太陽と月が合わさった形になっていると思うんだぜ。それなら形も納得できるし、勾玉の色が後に目のうなどで暖色系になってくるのもしっくりくるわ。
この変化の背景にもやっぱり信仰の対象が月から太陽に変わったことがあるのかもしれないわね。さらに勾玉という縄文時代から日本で作られていた独自の神器にとって変わるように、稲作とともに大陸から伝わった銅や鉄を精錬する文化によって銅鏡や銅鐸、剣などが神器となっていった。あ、そう言われればそうね。神様を象徴している神器にも変化が見えてきたわ。このように様々な事情で歴史の表舞台から姿を消した勾玉だが、その一方で天皇の皇位継承の証となる三種の神器というものがあって、その中にはちゃんと勾玉が存在しているんだぜ。三種の神器って確か、八田の鏡、草薙の剣、そして八坂にの勾玉か。確かに勾玉が存在しているわね。そうなんだぜ。この八坂にの勾玉がいつ成立したのかなどについては詳しいことは定かではないものの、神話では天照大神の岩と隠れの際に玉作り部の親神である玉の親の御事が作ったとされている。玉作り部？玉作り部とは古代に勾玉などの玉類の製作に従事した職業のことだ。そして八坂にの勾玉の八坂についてだが、これは勾玉の大きさを表すものとされていて、なんと140センチもの大きさだと推定されているぜ。え、意外とでかくない？幼稚園児くらいの大きさはあるってことだと思うけど、今私が知っているネックレスみたいなものを想像していたからびっくりだわ。あ、じゃあ八坂にの勾玉の玉っていうのは何を意味しているのかな？これは赤色のことを示していて、おそらく目の腕で作られたのではと考えられている。ただしこの八坂にの勾玉については現在も箱の中に厳重に保管されていて誰も姿を見たことがないため、正確なことがわかっていないのが現状なんだ。その箱は誰も開けたことないの？なんでも第63代天皇の霊仙天皇が箱を開けて中を見たことがあるものの、その際は白い煙が湧き出たなんて伝説もあるから実際のところはっきりわかっている情報はないに等しい。ただこのような伝説からあまりにも神聖なもののため直接見ることはタブーとされている感じはあるぜ。そうなのね。またさっき勾玉と月信仰の話をしたが、実はこの八坂にの勾玉って神話に登場する月読みの御事を象徴すると考えられているんだ。ふーん、その月読みの御事がどうかしたの？まず他の神器のうち、鏡は太陽神である天照大神を象徴し、剣は力を表し佐能の御事を象徴するものとされている。そしてこの月読みの御事については月の神ともされていることから、やはり勾玉と月には何かしらの関係性があるのではと思うんだぜ。平神話からわかることも結構あるんだね。かつて有力豪族が乱立した古代日本において権力者たちの力の象徴だった勾玉は、大和政権にこの国が統一されたことで平和のシンボルとなったと考えられるのかもしれないな。それはとても素敵な考えだと思うわ。じゃあそんな勾玉についてどうやって作るかについて話をしていこう。今でも歴史資料館とか博物館などでは実際に勾玉作り体験ができる場所もあるが、そういう場所で使われる石は滑石で、かなり柔らかい石となっている。その滑石って毛布高度はどのくらいなのかな？滑石の毛布高度は最も低い位置で紙ヤスリで削れるほどだという。だがさっき話したように古代で使われていた翡翠は毛布高度が 6.5 から7ほど、かなり硬い石となっていたわけだ。そう考えると滑石と翡翠ではやっぱり作り方は変わるわよね。そうだな。しかしやはり翡翠となると現代の機械を使っても加工が大変難しく熟練の技を必要とするわけで、正直こういう言い方は良くないかもしれないが、体験型に用いるには向いていないと思うんだ。まあそうねー。そんな勾玉の加工の手順ってどんな感じなのかしら？まず切り出してきた原石を適切なサイズまで割っていくことから始まる。別の石を使ってハンマーやタガネで翡翠を砕いていくようにして破片を取り出すんだ。うわぁ、その作業もなかなか大変なものだと思うわ。そもそも翡翠に限らず石には割れやすい方向があって狙いをつけた部分から適切な大きさの石を取り出すが、実際これがめちゃくちゃ難しい作業なんだ。とても素人技ではなく、熟練の技が必要となる工程だぜ。聞いているだけでかなり大変そうなことがわかるわ。それじゃあこの破片が取り出せたらその後はどうするのかな？この後は取り出した破片からなるべく色艶のいいものを選んで加工する。最終的に形を整えるためにヤスリを使って整えるんだが、このヤスリについても目の粗いものを最初に使って、徐々に目の細かいものに変えていくんだぜ。この作業によって形や表面の滑らかさを整えていったというな。そんな細かいところまでしっかり工夫されていたんだね。とても古代の技術とは思えないほどかなり高度なことだと思うわ。ところで勾玉を作る上で難しいのはやっぱり曲がっているカーブ部分だと思うんだけど、そこについてはどうやって加工していたのかしら？湾曲部の形成については棒状のヤスリが使われていたとされているな。また最大の難関は紐を通す穴を開ける作業なんだが、そもそもこんな硬い翡翠にどのように穴を開けたのか想像できるだろうか？
確かにそう言われるとあれだけ綺麗な穴を開けられるのって不思議なことよね。それについてはどうやっていたかわかっているのかな？方法はいろいろあったようだが、ここでは近年まで産地で受け継がれてきた技法を紹介していこう。まず翡翠の勾玉の穴を観察すると、霧のようなものでまっすぐ開けられていることがわかるんだが、この霧には篠竹と呼ばれる細い竹をよく乾燥させたものが使われていたんだぜ。ええ？篠竹で翡翠に穴を開けることなんてできるの？そう思うだろ？だが篠竹で作った棒の先端に、翡翠やそれ以上の高度の石の粉末を塗ると、なんとも柔らかい篠竹の先端に食い込んで固定され、かなり頑丈になるというんだ。へえ、そんな工夫がなされていたなんて知らなかったわ。そうやって作った道具で長い時間をかけて穴を開けていたんだね。一説によると、この道具を使うと1時間に1ミリの穴を掘ることができるとかなんとか、かなり気の遠くなるような手作業だが、それをやりこなしていた古代の人々はマジですごいよな。まあただ古代から穴を開けるのに道具も使われていたようで、火起こしの際に使う霧を使うなども考えられているから、あくまで仮説として聞いてくれ。どんな方法でも当時の技術であれだけ綺麗な穴を開けることができるのは素晴らしいと思うわ。これだけ古代のものが今でも残っているってすごいなって思ったけど、改めて勾玉の話を聞いて、今後も大事にしていきたいと思ったよ。ということで、今回は超古代から伝わる日本独自の装飾具勾玉の謎について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？どの話も興味深かったけど、やっぱり一番気になったのは勾玉の形だわ。今はまだ色々わかっていないことが多いと思うけど、今後調査が進んで色々な謎が解き明かされるといいな。勾玉についてはかなり古い時代の話でもあるし、正直言って調査はなかなか難しいと思う。でも近年の科学技術の発達で分かっていることも多いので、今後に期待しよう。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。